このレッスンではモノクロの画像に対して夜のような色合いを与えます。はい、それではですね、このモノトーンのところにちょっと青っぽい色を与えてみようと思います。えー、それに使用するのが、名案別色補正というパネルですね。はい。HSL の下にあります。これを使います。見てみると、ハイライトとシャドウと分かれていて、 それぞれに色相とサイド。これがありますね。では、どんな効果があるのか、まずですね、ちょっと手っ取り早く見てみましょう。では、ハイライトのこの横にある四角ですね。これ一回クリックしてください。すると、はい。このようなですね、ホイールが出てきます。では、このホイールの中の適当な場所をクリックしてみてください。 するとはいハイライトなので画像の中の明るい部分がそのクリックした色の傾向になりますこのようにここを使うとですねハイライト明るい部分とシャドウ暗い部分に分けてこのように色をつけることができるんですねはいでこのカラーホイールの中をクリックしているとここも連動して動いているのがわかるかと思います H の方が色相ですね これを動かすと左右が変わります。S はですね、これ上下、サイドが変わります。はい。ここでもそうですし、実はこっち側のスライダーも一緒です。動かすと全部連動して、ここの色も実際の画像も変化します。はい。ハイライトを動かすと明るい部分ですし、シャドウの方を動かすと 暗い部分ですね。こっちが変化します。で、このバランスを操作すると、よりシャドウの方の設定に傾くか、ハイライトの設定に傾くか、それを変えることができます。はい。えー、これで青っぽい色になってくると、いかにも夜という雰囲気になってきますね。はい、それではですね、これちょっと同じ数字に揃えてみましょう。えー、この数値のところ、クリックすると、 キーボードで入力することもできます。では、まず、ハイライトの色相を220にしましょう。で、サイドは40にしましょう。そして、シャドウの方の色相は243にしときましょう。そして、シャドウのサイドは0にしてしまいます。さあ、これで、 シャドウ側に傾くと、もう色がなくなりますし、そして、ハイライトが100%にすると、こういう青い色が入ります。さあ、これでだいぶ夜という雰囲気の色合いになりましたよね。はい、こんな風にして、モノトーンの画像ですね。これ、スイッチオフにすると、一旦白黒になります。これに色がついただけで、一気にですね、夜っぽさが増してきました。えー、明暗別色補正ですね。こういったモノトーンの画像に色をつけるのに使うことができます。